にちは、西幸です。今日はですね、高知県の大月町、こちらに来てます。こちらにある柏島、海の透明度がすごい綺麗なんで、ちょっと巡ってみたいと思います。それではまた。はい、なかなかまだ知らない方もそうなんですね。これがもう熟成している状態ですね。それだからちょうど2週間、1ヶ月からだいたい2ヶ月ぐらいまでの間が多分一番美味しい、美味しいところなんですね。何人ぐらいいけるんですか？全部で27人。27人、高知市内の、はい、高校生とかの合宿で一度来ていただいたりとか、合宿、はいはい、4つ入った集合体のところと、ここはね、施錠できるみたいな。あ、なるほど、はい、これがね、シングルのマットレスなので、はい、はい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 、一応4人目には、そうですね、広いですよね、はい、ウイルスバスターになる、はい、一応こういう時なので、そうですよね、はい、あ、ここはシャワー、はい、シャワーですね。また泊まりに行きたいですね、本当。今日はありがとうございました。すいません、失礼します。